弘前駅は、青森県弘前市、大字表町にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道、広志南鉄道の駅である。弘前市の代表駅に指定されており、特急、津軽の停車駅の一つである。JR 東日本、JR 貨物の奥羽本線と、広南鉄道の広南線が乗り入れる。広南線は当駅が起点である。JR 東日本については、奥羽本線、川辺駅を起点とする5号線の全列車が、当駅発着で運行されており、事実上2路線3方向の列車が利用できる。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを有する地上駅。構内西側にある単式ホームが1番線、構内東側にある島式ホームの内側が2番線、島式ホーム外側が3番線である。1番線と2番線の間に、ホームのない線路がある。上り本線は3番線で、1番線は下り1番線、2番線は中線となっている。また、多数の側線がある。1番線には、弘前市のスポットである、弘前城天守、旧弘前市立図書館、藤田記念庭園、大正ロマン喫茶室などの模型が展示されている。橋上駅舎を有する。改札口は2階にあり、駅の東西を結ぶ自由通路、東城戸に面している。駅舎内には、駅事務室、緑の窓口、タッチパネル式自動券売機3台、指定席券売機2台、待合所、売店自動改札機がある。コンコースには、ねぶたが描かれた絵が展示されている。直営駅である。管理駅として、奥羽本線の津軽湯の沢駅津軽新城駅間の、各駅を管理している。津軽地方の中心駅であり、青森県内の秋田支社管内駅を統括している。中央口側1階には、弘前市観光案内所、蕎麦屋がある。2代目駅舎時代までは1番線ホーム上に、蕎麦屋、売店が、3代目駅舎時代までは 2.3 番線ホーム上に、蕎麦屋、売店があったが、現在はいずれのホームにもない。また、三代目駅舎時代の待合室内では、伯洋軒が軽食コーナーや和食どころを営業していた。発車メロディは2004年12月12日より、津軽じょんがら節になった。乗り場1番線は、奥羽本線下り列車、2番線は折り返し列車と、5号線、3番線は、奥羽本線上り列車が、主に発着する。特急列車は、青森方面行きが1番線。秋田方面行きが3番線となっている。当単式ホーム1面2線を有する地上駅。ホームは1番線と2番線があるが、列車は主に1番線から発車する。また、1番線には奥羽線からの非電化の渡り線があるため、購入した車両を搬入する際に使用される。上等口側1階に、自動券売機2台、出札窓口、改札口、事務室がある。窓口では、定期券、回数券、往復乗車券、硬券入場券を発売している。改札は、上り電車の到着後、乗客の降車が終了次第開始する。三代目駅舎時代までは、改札口は独立していたが、跨線橋は JR と共用で、ホームの名称も 4.5 番線と JR からの続き番号だった。なお、以前は常時改札を行っており、ホーム上には、待合室と売店、立ち食いそば及び汲み取り式のトイレがあった。乗り場同じ広南鉄道の路線である、大和2線中央弘前駅とは 1km 強、離れており、バスや徒歩などでの連絡が必要となる。JR 貨物の駅は、旅客駅中央口北側にある。一面2線のコンテナホームが設置されているほか、数本の留置線が敷設されている。2役線は、駅の着発線から一旦、青森駅方面の西側へ伸びる、引き上げ線に入り、駅方向へ戻るように分岐している。貨物列車が発着していた頃は、営業窓口の JR 貨物弘前営業所が置かれていた。なお、駅業務、構内入れ替え作業は、八戸臨海鉄道に委託されている。貨物列車は2020年のダイヤ改正まで、1日、1往復の高速貨物列車が青森新郷城方面との間で運行されていた。大館駅方面へ向かう列車や専用貨物列車の発着はなかった。2020年3月のダイヤ改正で貨物列車の発着がなくなり、弘前新営業所が開設され、東青森駅との間でトラック便が運行されている。貨物列車の発着が行われた2020年3月以前のもの。主な駅弁は下記の通り。JR 東日本2019年度の1日平均乗車人員は4503人である。これは青森県内の駅では青森駅に次いで第2位である。近年の推移は以下の通りである。広南鉄道2017年度の1日平均乗降人員は2784人である。近年の推移は以下の通りである。弘前市発行の市政ハンドブックによると、貨物輸送状況の推移は以下の通りである。弘前市役所へは、広南バスに乗り換え社名表記のないものは、広南バスによる運行。注釈出店広南弘前駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。